マが映っております。向こうの方には畑があるんでしょうかね。野菜っぽいものが植わっておりましたね。山の方に道が続いておりましたね。そして海のところにやってきました。そしてこちらにはワンちゃんがいましたね。綺麗な海が広がっております。ワンちゃんは知らんぷりをしております。ワンちゃんはかゆくてかゆくてかゆみのことしか考えられない感じでございます。ワンちゃん、ワンちゃんもそういうところではない様子でございました。ゆったりと海を眺めて過ごしております。なんか道の際までね、海が迫ってきておりますよね。海面上昇とかね、環境問題とかね、ちょっと心配になってしまうような感じがするような。綺麗な海だね。綺麗な山だね。のんびりとした時間が流れていく島の様子でございます。日差しはね、ものすごく強いですけど、水は光ってる、水が降ったりすぐ晴れたりするような天気でございます。人が少なくてね、静かな小島でございましたね。シンボルチックな山が見えております。馬ですかね。いっぱいいますね。綺麗な山だね。南太平洋にね、こういうところがあるなんてね。2006年18日水曜日の日記、ノート115ページ。起きると体が痒かった。よく見ると羽付きのアリがたくさんいた。蚊取り線香に火をつけたが、なかなか効果がなかった。長ズボンを履いて今夜から眠ろうと思った。スイカとパンとチーズとサラミを食べた。自転車に乗り空港の方へ向かった。今日はカリセツ風のお店がたくさん、仮設風のお店がたくさん開いていて、農産物が売られていた。あと銀行にもよく見るとあって、銀行もよく見るとあって、だんだんここだんだん
この島に馴染んだ気になった。空港にある島の地図を見に行った。島中心に縦断できる道があることが分かり、そこを通り海岸を南へ向かった。スクールバスが子供たちを降ろして行っていた。マフという場所から縦断できる道に入った。空模様が怪しくなってきた。坂があって登っていった。2つのシンボル的な形の山の間を進んでいった。道沿いにはいくつか民家があり、人が手を振っている。中心地マタウラへ道は続いていた。海苔とジュース 800C で買った。なんか壊れてね、貼っつけたんですよね、海苔でね。違う店でグアバネクターと水を 550C で買った。グアバジュースを日本でも安く買えたらいいのにと思った。港で糸と針だけで釣りをした。2匹だけ釣れた。餌にしていたパンがなくなったので宿に帰った。17時ごろ近くのお店で 200C でジュースを買った。宿の隣にある砂浜でせき止められた河口を眺めていると、ここにも大きなウナギがいた。しばらく見つめてしまった。生活排水もきっと流れ込んでいるので衛生的またね、動画の説明をしたいなと思っております。何度か分まとめてね、また紹介しようかなと思ってますが、今回はですね、吉妻の南太平洋旅行、2005年の12月からねずっと行った旅のね、で前回の説明ではですね、フィジーに戻ってきて ラロトンガっていうところまでね、説明したと思うんですよね。フィジーの西部地域、フィジーの、シガトンガで泊まったんですね。で、次の日、バスに乗ってナンディにあるナンディ国際空港で飛行機に乗ります。ナンディがあるのはバー州。西部地域ですね。神話とかがあったのはナドロガナボサっていうところね。で、飛行機に乗ってラロトンガ国際空港、ラロトンガ、トンガってついていてもトンガとは違うラロトンガですね。まあ両方ともね、クックが関係してるのかなと思うんだけどね。その首都がアバルバっていうところで、アバルバはクック諸島ですね。クック諸島っていうのはニュージーランドの植民地かもしれないですね。ちょっと詳しくは分かんないですけどね。一応48カ国目になっておりまして、南クック諸島のラロトンガ島の中にあるアバルバっていうのが首都、ラロトンガ国際空港で、で、多分ね、アバルバの中の宿に泊まったと思います。そしてまた次の日かな、一泊か二泊して、で、ラロトンガ国際空港から今度はファー国際空港、
これは、パテーテにあります。パテーテっていうのがタヒチ島にあります。タヒチ島っていうのは49カ国目のフランス領ポリネシアン。でもね、正式名称はね、フランス領ポリネシアンおよびタヒチ島、タヒチ島という呼び方もあるみたいで、ちょっと詳しくわからないですね。そしてここからね、国内線の飛行機に乗ってチュービュー、僕はねタブアイって呼んでたんですけどね、タブアイ、チュービューっていうのが正しい読み方なのかもしれないね。でそこで、飛行機に行って何泊かして、また飛行場から出発するとこまでね、今回の動画になっております。